ジャの奇妙な冒険スターダストシューターズ。はい、こんばんは、ナチュメンです。今回はですね、ジョジョ SS がついにサービス終了してしまうということで、動画を出したいと思います。今回は、このサービス終了のお知らせがですね、まあ、1ヶ月くらい前にから出ていたんですけども、4月13日をもって終了するということですね。で、今日が4月12なので、もう明日に終わってしまうということなんですね。まあ、長いこと続けておりましたが、今ですね、この7周年記念というのをやってるんですけども、まあ、7周年で終わるという形になりますね。約7年間やっていたということですね。まあ、7年間やっていたので、だいぶね、ユニットも、溜まりまして、まあ、ランクも、現在746ということで、まあまあね、やり込んだという感じはいたしますね。で、今回は、このですね、最後にですね、まあ、いろいろちょっとお話ししながらやっていこうと思います。まあ、SSR の枚数は、まあ、現在だと、まあ、だいぶ、もうね、100枚以上にはなってしまったという感じがしますね。まあ、白ジョナを最初に取った SSR だったと思うんですけども、その後、まあ徐々にね、増えていって、まあこんな感じで、もうものすごい金属製、銀属製という新しい色も出てきて、まあその SSR もだいぶ増えまして、まあ、以前ですね、まあいろんな、何ですか、限定キャラを、まあ結構ね、くれる時がありまして、その時にも SSR の枚数がだいぶ増えたという感じですね。まあ、いろんなキャラがいるんですけども、まあ、それらは、まあ、どんな感じかというと、まあ、いろんなね。SSR の中で、この、カスタムキャラとして一番育ったのが、このチョコラータ&セッコですね。まあ、アビリティがモンスターということで、すべてのパラメータが 2.5 倍にアップという非常に強いキャラだったので、結構回したという感じですね。で、プラチナリングキャラの一番最大覚醒数がこの、ラブデラックスの山岸優香子。これも同じようにね、すべてのパラメータが 2.5 倍にアップするという、まあ、キャラだったんですけども、まあ、やはりね、こういう倍率を上げるキャラは非常に強かったので、割とね、重宝するということで、かなり育てましたね。そしてですね、SSR の最大覚醒数。それを、獲得したのがこのモハメド・アブという。まあ、イエス・アイ・アムというスキルは、蘇生するということで、耐久するときに非常に役に立ちました。まあ、赤の川尻工作と非常に相性が良くて、まあ、短期攻略がすごくしやすくなるという感じですね。そして、R の最大覚醒数はこのグレーフライ。まあ、2181枚取ったということですね。で、これがチョコラートです。チョコラータはチョコラータの石膏を取るときに、かなり稼ぎてしまいました。そして SR の中では、このジョセフ・ジョースター、プラス519ですね。で、まあ初期のね、初音結晶の時代のヌール。これもさすがに、だいぶ伸びてますよね。まあ、初期の頃はこの SR1 枚取るのも大変で、このブラフォードとかも、かなりね、覚醒させるのはかなり、まあ、時間がかかったんですけれども、まあ、今ではかなりね、すぐ取れてしまいますので、まあ、回せばね、だいぶ跳ね上がっていくという感じですよね。まあ、このブラフォードを集めたあたりのね、ジョジョ SS はかなり、まあ、盛んな頃だったかと思います。まあ、このワールドのね、ディオが登場したことにより、あのブラフォードがね、非常に使えるキャラに一瞬になりましたので、割と覚醒させたくなるという感じでしたね。まあ、ワールドのディオがね、出た時もかなり、ジョジョ SS は盛んな頃かと思います。まあ、タタカスさんのブラフォードは、まあ、HP が上げるという非常にね、有力なプラチナリングキャラだったかと思います。
実はこのサービス終了なんですけれども、まあ、1月の時点でね、新キャラの、まあ、ディオが出たんですけれども、まあ、その後、新キャラが全く登場しなくなって、まあ、そういうね予感をさせるような状態にはなってたんですよね。そういうことをそんなこんなで2月のね半ばぐらいに発表したということですね。でこのダイヤガシャ、まあ、最後に新キャラ空城城太郎がね登場してきましたので、まあ、最後にこれを弾こうと思います。実はですねこれ、ダイヤもかなりね節約する感じで弾けるということで、まあ、最後に弾かせようという感じのガシャになってますね。ただですね、このサービス終了は4月13日なんですけれども、まあ、このガシャのバナーを見るとですね、なぜか4月30日までこのガシャがやっているという、まあ、そういう表示になってですね、ちょっと不思議な感じがしますね。明日には終わるのになぜかこのガシャは4月30日までやっている。何かちょっとよくわからないんですけれども、まあ、なんでしょうね。ちょっとこれは不思議な感じがします。で、これをちょっとね、空城城太郎が出るまでね、聞こうと思います。はい、でもちょっとですね、飛びましたけれども、この、今回のですね、この最後のガシャは、バイトダスがグレートアップということで、まあ、バイザーが来やすいんですね。ただ実はこのバイザーの、最後の状態まで実は一度も行ったことがなかったんですが、まあ、こんな感じで最後にねバイザーの最終段階まで行くと、まあ、こんな感じでジョータローとジョータローじゃないジョースケとですねキラヨシカゲがまあ、戦うところの場面が、まあ、バイザーのね、最終段階になっているという感じなんですね。まあ、今までずっと見られなかったんですけども、最後に、まあ、見れました。で、今回これ、10セット引くとですね、新キャラの空城城太郎が必ず取れるということで、まあ、で1回がですね、なんと7個で引けますので、70個で取れてしまうんですね。で、これが最後の1回です。オノイシとかね、モハメド・アブドゥル、実はまだ取れていなかったんですが、最後に取れましたね。なんかこれが SP キャラっていうのも意外な感じでしたけども、なんかちょっと忘れられたキャラでしたね。で、この空城城太郎をちょっと育てて使ってみようと思います。まあ、アビリティが、ですね、ジョースケ&キラ、青属性のキャラとか、あと、リオとジョータロウのコミンメダル、赤属性。まあ、タップしておくとですね、アタックが5倍になるというアビリティ、非常に強いアビリティですね。しかも、コマンドスキルも消費ゼロで使えるようになるというアビリティを持っているというキャラです。まあ、フェスゲンみたいな感じのキャラなんですけれども、この新しいジョータロに関しては、そのくくりではないということで、まあ、一般キャラの扱いになってますね。じゃあ早速、使っていこうと思います。最後なんですけれども、まあ、いろんなね、クエストが全部来てますので、まあ、いろんなところに行けるという感じになってますが、まあ、超究極のオーバードライブ、波紋疾走に行こうと思います。まあ、スタンドプラウドというリーダースキルも、まあ、最強のリーダースキルになってますね。全スタンドの、パラメータ、1.5 倍になっちゃいます。150% アップですかね。うん、一応ですね、こんな感じでボイス付きの、まあ、いわゆるキャラになってますね。ジョータロは割とボイス付きの、まあ、キャラが多いという感じ
感じがしますね。あとディオとかね、そこら辺がすごい好きで実装されることが多かったです。まあやはりあの最強クラスのあのコマンドスキルなんですけども、まあ今ですとね、このリゾットのスマッシュが非常にスピーディーでどんどん倒してしまうので、あのレクイエムのね、敵浴び全部無効という、まあ、チートみたいなスキルがありますので、まあほとんどのクエストはね簡単にクリアしてしまうという、まあ今の現状になってますね。まあこんな感じでスマッシュで大体倒してしまうので、まあ逆に強すぎたのがアダトナという感じですかね。まあ、このコマンドスキルもかなりのね、火力がありまして、まあ、ほとんどの敵を倒せるという感じがしますね。まあ、移動はスローなんですけれども、まあ、実はこれ、タップすることで、どんどん敵にダメージを与えることができますので、まあ、総合的な火力は非常に高いというコマンドスキルになってますね。こんな感じで、まあ、全体的にね、ダメージを与えることができるというところですね。まあ、長いことやってまいりましたが、そんなわけですね。このジョジョ SS も最後を迎えることになりました。まあ、必ずね、まあ、終わりはあるんですけれども、まあ、ちょっと思ったより早かったかなという感じはいたしますね。まあ、まだまだ、まあ、アニメもですね、第6部が、もうやるということが決まったということで、まあそのジョリーンとかのねキャラもねやっていきたかったところですが、今回はですね、というわけでジョジョ SS の、最後の動画となります。まあ今までご視聴ありがとうございました。まあまあガシャのね、動画がメインでしたけれども、やっぱりガシャは楽しいのでね、まあ引くとき引けるか引けないか、まあ狙いのキャラがね出るか出ないかのね非常に面白いところでした。まあ、ガシャ自体も実はね、あの単発で弾けた時代の方がちょっと実は面白かったかなという、まあ、個人的な印象はあるんですけれども、まあ、10連とかですとね、まあ、意外にあの、まあ、ポワポワとかの色でね、分かっちゃう時もあったので、まあ、そこら辺がね、まあ、リーチアクション的な、まあ、パチンコとかと同じでね、それこら辺の演出を面白くするとなお良かったかと思います。うん、これでもあれですよね。明後日以降のなぜか、クエストがありますよね。まあ、よくわかんないんですけども、まあ、ちょっと明日になってみないとね、まあ、終わっちゃうとは思うんですけどね。まあまあ。というわけで、今回はですね、まあ、ジョジョ SS の最後の動画となりました。まあ、今まで長いことね、楽しませていただきました。まだですね、面白いゲームがありましたらやっていこうと思います。今回はご視聴ありがとうございました。